サービスのマーケティング、あと制作担当かな？ざっくり言うと。なるほど、なるほど。はい。あれはめっちゃうまいこと言ったな、みたいな話。私まだあんまないんですよそうなん。ね。めっちゃうまいこと言ったな。なんだろう。大きくても小さくてもいい。自分なりになんかこう、ああ、こう、別に何やろ、マーケティングの、そのキャンペーンの成果がうんぬんじゃなくてもいいで、こう、やり取りがすごくうまくできたなとか、こう、今までより成長実感できたな、みたいなことでもいいで。何やろう、あれは なんかすごい目に見えた成果じゃないんですけど、そのさっきのできるようになったことがいっぱいあるっていうだから中のそう一やつな。で、そうやな。SQL 書けるようになったんですよ、そうなん。最近 で、それも入った時は全然やってなかったんで、なんか最初やってって言われた時、なんでそんなことまでやらなあかんねんと思ってやり始めて、めちゃくちゃやってたらなんとなくできるようになって、そうするとなんかその自分の提案の、なんやろう、説得力が増すなるほど。ですよね、やっぱな数るほど。字が使えるようになると。あ、その SQL でそのデータを引っ張ってくるために SQL 書くんですけど、なんで欲しいデータが自分で持ってこれるようになったんですね。なる今ほまどでね。こう人に依頼してたんで、そこでこうタイムラグがたくさん発生するところを自分でできるようになったんで、欲しいデータすぐ引っ張ってこれるようになって、で、やりたい企画のその背景部分にすごい説得性が増して、なるほどな。結構最近その承認、予算の承認の取りやすさっていうのが明らかに変わったかなと思ってあ、ます。なるほどな。はい。そうなんやね。いや、そんなんで十分やと思うよ。なんかその本読みながらとか勉強したの？もうウェブで勉強したのか教えてもらいながら、私本読めな？ないんで本読めない。本読めって話なんですけど、本読めないんで、そう完なん全や。実践型です。あ、なる自ほど分のね。取りたいデータを引っ張ってくる構文はどうやって書くんだろうみたいなとか、あとその過去の SQL とか見ながら組み合わせてレゴみたいにして、こう実践でずっとな手をる動ほどかな。して、まあ、その方が早い部分もあるもんな。私自分ではそうかなと思ったんです、その時は。確かに確かに。なるほどな。いや、でもそうやってこう、今までやったことないことでできること増えていったり、知らんかったことで知っていけるっていうのはなかなか楽しいね。そうですね。もうなんか5年も経って新しいことまたできるようになったなと思って そうや楽な。しいかここから先がまた楽しみやね。今の会社でその仕事でもっとなんかこう面白み見つけていけるのか、まあ、違う部署でまた面白いことやるのか、全然違うとこ転職してなんか面白いことやるのかね。楽しみやな。それはそうですね、ほあるんまやかな。も。わかりました。イメージ湧きましたかいね。や、イメージ湧いてるんじゃない？で、こう、動画のことにやっぱり役割っていうか、こう、その動画ならではの学生にとって気づきって多分あって、今 回って十分あるよね。その大手化粧品メーカーに入って、で、やっぱこういう仕事で自分は、こう、もうちょっと待ち度の高いことある感じがしてて、こういうことで今やってます。これすごく面白いです。こう、こっち側に、こう、入りたいと思ってる人もよく考えなあかんって思えるような内容やし、今こういう世界、今やってる会社とかに興味持ってなかったところ、人も、ちょっとなんか、見てみたいなと思うかもしれへんしね。いろいろそういう感じられるものがあったと思うし、時間見たら1時間以上経ってんのよね。1時間以上めっちゃ喋った。そうやね。だいたい40分ぐらいでいつも切り上げんねんけどね。2つ仕事ありまあ、まし二たつからあるね。からね。あるかも。面白かったと思うよ。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。あ、でもその、ごめんなさい、化粧品のことを営業しか私は経験してないんですけど、今同期5年目、同じ5年目の同期とかは結構もう東京に戻ってきたというか、結構あ、マなるーほケどの部ね。署に行ってる子が多くて、なるほどね。で、そういう人たちは、みんながよく知ってるブランドの新しい商品を考えて作ってる子とかもいるんで、なるほどね。運転だけが仕事じゃないっていうのはちょっと そうやね。だから、まあ最初の5年ぐらいは、結構そういう仕事あるけど、やっぱりみんな、その経験を生かして、ブランドの、なんか、マーケティングとかやってるのよね。
やってる。もう、この間も話聞いてたら、明日、来年の新商品を社長に提案しに行くんや、自分の、ね、会社の。っていうようなことをもう5年目でもやってたりするんで、最初はしんどいけど、まあ、だんだんとそういうやりたかったとか、みんながよく想像するようなとこに行けたりもします。そうやね。だフォローしとくからと。フォローしとこうね。若干まあその、まあ、最初は大変でもきらびやかな世界もあるし、まあ、面白い仕事もあるし、化粧品メーカーが面白くないということではない、ではない。ということはちゃんと言うとかなあかんね。そう、やっぱ大きい会社といろんな部署行けるんで、そうやな。そういう面では、なんかここが違うなと思って会社辞めるのも一つだけど、部署を変えるっていうのも一つです一ね。つやな。で、そういうことをちゃんと知った上で入っとくのは大事やね。やっぱりだからいろんな大きいってやっぱりいろんなところがあって、まあなんていうか、まあリスクも大きい、配属リスクっても大きいからね。だからそれは覚悟した上で入る必要があるねってことやね。わかりました。今日どうも、あれ、面白いお話どうもありがとうございました。いえいえ、すいません、長々と喋とんっでもちございません。じゃあ、動画の方はこれで消したいと思います。